これこんな初めて見ますそれは器用です。おそらくね、ペットショップで1匹2000円前後じゃないのかね。ペットショップ怖いんですよ、業者がヒーター入れて大きくしとるから卵つけんよ。ああそうですか。うん、ヒーターで大きくしとるメダカなんかはだって年中春にしとるんだって。冬をね、教えないと絶対卵つけない。あ、そうなんですか。うん、あもうそれ絶対間違いないです。冬を知っとるメダカは卵にこれでもつけるけどね、ヒーターかけて大きくしとるようなメダカはね。あ、お水どうぞ。あ、どうもありがとうございます。1000円前後じゃないのかね。ペットショップ怖いんですよ、業者がヒーター入れて大きくしとるから卵つけんよ。ああそうですか。うん、ヒーターで大きくしとるメダカなんかはだって年中春にしとるんだって。はあ、輸入物なんか初めて見ました。輸入物はだいたい東京の方で8000円ぐらいで取引されてます。この初めて見ますね。もうね、一匹めちゃくちゃもう色が、卵を取ってちょっと稚魚になったらもう親売るんですよ。あ、そうなんですか。うん、で新しいの育てていって、そうまた1年経ったらまた、そうそう、それこれ白い容器に入れたら青が鮮やか。もうコンブルーはこう後ろやっぱこうキラキラが残るんですね、背びれのところ。やっぱりミユキ系だけね、うん、残るよね。うちのと一緒やと思って、これとよく迷います。白姫とか白姫、白姫はね、乙姫からです、出るんですよ。あ、うん、白姫だったら高いんよ、白が乗る方が。あ、白が乗った方が高くなる、はい、乙姫から出ます。これは歌舞伎です。これガンメタルの、これ三色のラル、ガンメタルの。あとこれシャンパンゴールド、これも綺麗です。これ有名ですね、オーロラ歌舞伎もね。これすごい値段高いやつなんですか、これ。うん、そうね、まあ、そこそこしますね。あ、いやもうでも買いに来る人は金言わんけえな。ああ、よう死んでますね、下のやつ。死んどるもあるし、まあそれはしょうがないね。うん、小さい、まあ、死ぬのしゃあないんですね。もうあの素人やから死んでまうかなと思って。こんだけ揃ってる言うたらでもなかなか少ないに違いますか。うん、そうね、おそらく少ないよ。こんな初めて見ました。それは器用です。6月ぐらいにもう暑くなって。あれ見ましたよ。これこんな初めて見ました。それは器用です。制御がこうなるいうのが。そうネットでこうたらでも分からんすもんね。ほんまかどうか。特に棚をからじゃ分からん。分からんすよ。もうよっぽど行ってからこれのですいうところを確信して買わんと。ネットで背びれなしやったらあれでしょ、なんか繁殖しないで乗ってましたね。いや、うちはでも卵が1つ、あんまり繁殖しないで。あ、難しいね。難しいって書いてあったね。で、それをこの金輪流っていうんですか。はい、こんな初めて見るな。金輪流はね、この若いのが金輪流。初めてです。これ流星いうのはスーパーで、天外のはダメです。これも背びれがないです、うん、特殊なメダカ。もう聖画みたいな感じですね。そうです。これこんな初めて見ました。それは塩です。
よ、あれもね。うちは今90種類ぐらいあるんじゃない？この種類がね、こんだけあるんだね。この間来てね、びっくりして。こういう毛いうのが、後ろがこのヒレが、あの、黄色なんですか？後ろの黄色で。3色ね。これ3色のうち、3色錦。はいはい。三色錦いうのはね、三冠言うんですよ。三冠言うんですか？うん、三色みゆきのことを三冠。そうそう、この間だからあれ買ったんです。サファイアを買ったんですよ。どこでですか？それはもう、ね、ネットで買ったんです。はい、結構するでしょ。高かったです。さあ、20、ね、あの、卵20で。あ、卵ですか？卵を20買うて、はい。それで3000円で。グリーン出してくれたから、まあ、座ってみんな本番もかどうかわからないですけど。どこの、上落は？いや、僕もそこまで詳しくないんですよ。サファイアは上落はしか出してないもんだから。サファイアって書いてあったからね。はい。で、なんかちょっと変わったのを育てたいなと思って。確か上落はしか書いてないもん。この、金輪竜っていうんですか？はい。あー、今度初めて見るな。金輪竜はね、この赤いのが金輪竜。初めてですか？これペアおるんですよ。ワンペア、金輪竜。あと白いのは五冠白竜。こんなんね、見る、こんだけいる、初めてこう見るんで、ブルーライト。これは線香。線香ね。うん、やっぱりあの、ラメだね。線香も、たまにネットで出てますね。だからネットでしか僕見たことなかったんですよ。ラメ目だからね。オーラクロラメってこのこれか。あ、それ背びれがないんですよ。あ、背びれなし。はい。背びれなしやったらあれでしょ。なんか繁殖しないで乗ってましたね。いや、うちはでも卵が一つ。あんまり繁殖しないで。あ、難しいね。難しいって書いてあったね。で、それの背びれがあるのはこれです。背びれいうのはこのここですね。そう。そこがね、そのこれもないです。これ流星いうようなスーパーで天外のはダメです。これも背びれがないです。特殊なメダカ。もう性が見る。サファイアやったらこんなんですよ。ちょっと書いてあるネットではこれがね、制御で、はい、この卵が書いてある。これおそらく上落眼しか出してないよ。だからあれですかね、この本物かどうかわからんですよね。入ったら育ててみたい。上落眼ってあるでしょ。うん、上落眼どこの、うん、岡山です。岡山です。三まさくです。岡山、他は出してないよ。もうこんだけ種類をね、僕見るんがもう初めてで。そこの白花木も綺麗ですよ。それも綺麗よね。うん。あとその隣の月夜いうのも。ここで凍ったら、もう間違いなく本物ですもんね。本物いうか、制御がこうなるいうのが。そう。ネットで凍ったらでも分からんすもんね。ほんまかどうか。いや、特に棚をからじゃ分からん。分からんすよ。もうよっぽど行ってからこれのですいうところを確信して買わんと、ネットで送ってきたら分からんけで。分からん。じゃあそれはでもあとあれなんですよ。そうね。やっぱりこのお店に行ったことないし、お店が。それはシャンパンブルー。シャンパンブルーってあれですか、上に上がってこないんですね。上がってくるでしょ。さっきまでじーっと泳いでおったけどね。何年ぐらいされたんですか、もうこれ始めて。14年。やっぱ14年ぐらいしてあれなんですね。このリンコはちょいちょいおそらくペットショップでも出してるもん。そう、ペットショップでね、出てるやつはない。あれですわ、もう。おそらくね、ペットショップで1匹2000円前後じゃないのかね。ペットショップ怖いんですよ。業者がヒーター入れて大きくしとるから、卵つけんよ。ああ、そうですか。うん。ヒーターで大きくしとるメダカなんかは。だって年中春にしとんじゃん。冬をね、教えないと絶対卵つけない。あ、そうなんですか。うん。もうそれ絶対、間違いないです。冬を知っとるメダカは卵にこれでもつけるけどね、ヒーターかけて大きくしとるようなメダカはね、あ、お水どうぞ。あ、どうもありがとう。もう。オーロラの黒ラメの稚魚はね、あの赤と金が入るから、オーロラ黒ラメ赤金です。
ラメが。うち外におるけど、ラメが赤と金色。で、それがね、少しずつブルーになっていく。綺麗な、これは。これは全部。全は何が違うんですか？全いうのはね、綺麗な、これは。これは全部。全は何が違うんですか？全いうのはね、ドラゴンブルーって知ってますか？うん。それの元親。あれドラゴンブルーの、そうそう、あのドラゴンブルーも最近よくネットのやつで上がってますね。そうですよね。夜桜もよく上がってますよね。夜桜はね、最初の色はだいたい丸美さんが作ったのは頭がピンクなんですよ。それが黄色が出たり柿色が出たりするからね。最近の普通これなんですよ、夜桜色は。頭ピンクなんですよ。ああそうですね、ええ、それがこういうふうな赤になったりとか柿色になったりとか。元のね、夜桜いうのは ピンクなんですよ、色は。頭だけで、今は今のきらめきらめいうのも夜桜に似てピンク色も出る。すごいな、これめっちゃ種類があるから。ブルーラメ外にもいますよね。え、あとこれ3色ラメ。こんだけ揃ってる言ったらなかなか少ないに違いますか？うん、そうね、おそらく少ないよ。で、卵取って稚魚になったらもう割ってくださいような人もいますね、親をね。外にきらめきらめいうのがいますよ。あ、きらめきってあのあれです、字が難しいやつですかね。あの漢字の火にね、ね、火にあの火に白いに王です。そうですね、難しい、あのあれできらめきって呼ぶんですね。ここは稚魚ですよ、下の。あ、これ稚魚なんですか？稚魚だから。これも稚魚です。これなんかもう親がおったけど分けてあげた青鳥ミュウ。これは綺麗です、ヒレナガ。青鳥飼って僕失敗したんですよ。青鳥ね、育ててて、はい、失敗したんですわ。青鳥はね、綺麗なよ。あの容器が熱くなりすぎて、死んでしもたんや、この間。ちょうど1ヶ月ぐらい前に。で、結構育てた、それぐらいの大きさまで育てとったんですよ。じゃあこれももう親は売った。6月ぐらいにもう熱くなって。あれ見ましたよ、あの YouTube のやつ。見ましたか？見ました、見ました。あれはもう2年前です、3年ぐらいか。今2万人、2万5千人ぐらい来てますね。外のもう、あ、ここの下にも大きい、これ、親だからね。これ、こんな初めて見ました。これは稚魚です、銀帯は。これも有名なんですか、銀帯。銀帯はもう普通に名前も載ってますよ。青鳥がやっぱ綺麗ですよね。青鳥がね。あ、でもこの間青鳥買ったんだったっけ。もうね、ずっとね、そんなばっかり見てるんですよ。その卵とかのあのネットのやつずっと見てね。金曜日ってこれです。何を買おうかってね。金曜日これ、はい、それがもうそうなります。あのそれまだ来ないからね、ずっとね。これでもよう死んでますね、下のやつ。死んどるもおるし、まあそりゃしょうがないね。小さい。まあ死ぬのしゃあないんですね。もうあの素人やから死んでまうかなと思って。こっちにね。あ、オーロラ歌舞伎。あ、それは綺麗です、オーロラ歌舞伎。これ有名ですね、オーロラ歌舞伎もね。これすごい値段高いやつなんですか、これ。そうね、まあそこそこしますね。いや、もうでも買いに来る人は金言わんけえな。まあね、その専門家やったらあれですけどね。高いやつですよ、これ。もうずっと見てるから。オーロラキラメヌも、これもあれですね。結構いいやつですね。そうね。あと、白カブってそこに親がおります。あ、こっちに乗ってる。
取ったやつね。はい。あと綺麗な、まあ、その辺だったら綺麗ですけどね、綺麗なこのバタフライの。これなんかは本当綺麗です。これはもう図鑑にも載ってるし、本なんかの。これは白いを消えたらもう尾びれが赤いんですよ。あとリンカいうのも有名。それとかここはガンメタルラメ。これは歌舞伎です。これガンメタルの。これ三色のラメ、ガンメタルの。あとこうシャンパンゴールド。これも綺麗です。めちゃくちゃ綺麗です。シャンパンゴールドね。シャンパンゴールド。乗ってますね。はい、乗ってますね。乗ってる。家物なんか初めて見ますか？家物はだいたい東京の方で8000円で取引されてます。これも初めて見ますね、これ。もうね、一匹めちゃくちゃもう色がめちゃくちゃ綺麗なの、この下の。あ、本当や。あれはもうめちゃくちゃ綺麗です。これ。それは。これめちゃくちゃ綺麗ですね、本当に。やっぱりその同じ種類でも。まあそうよね。やっぱり画面のノリとか色の入り具合。こんなんやったらあれですね。あとここも綺麗ですよ、ハゲロウ。でもこれ一匹一匹で値段が変わるんですか？その種類と。そうね、やっぱりその中の容器でもまちまちじゃね、値段が。このカゲロウも綺麗だし、このメビラナグメビナのラメでも一匹ものすごい綺麗なのがいますよ。本当にもう色がよくのってて、売れたんかの？売れたか別に。メビナって言うんですか？これメビナラメです。これは白かぶれてから親が。よう乗ってます。なんて読むかよう分からんかった。あ、これ綺麗です。これ色よう乗ってます。図鑑乗ってるような感じですね。ね、メビナラメね。これは中に親がいて、これ一番最初に取った。もうこの方は半目つけます。白かぶき。これがさっき言った、あっちが足長かし。これがあのオーロラ黒ラメでもあのラメがやっぱり赤金やね。はあ、これ魔王貝な。それ魔王です。貝は海洋ですね。一応貝です。綺麗ですね。よく言う。これ暗かったら綺麗ですね。確かに。ここがピラメキラメ。なんでしか見たことないさ、ネットの。これは綺麗ですよ。キラメキラメは。水も変えたんだけど、あんまり暑い。ここがかげるの待ってたんですよ。あんまり暑かったらもう倒れるけね。熱中症になって。もうそろそろもうかげたから。これも全部中におるんですか、この白い姫とか。白姫。白姫ですか。白姫はね、乙姫からです、ね、出るんです。ああ。白姫なら高いよ。白が乗る方が。白が乗った方が高くなる。乙姫から出ます。あんまり数が出ない。マリンブルーですね。それマリンブルーです。これ白い容器に入れたら青が鮮やか。マリンブルーはこう後ろやっぱこうキラキラが残るんですね、背びれのところ。やっぱりミユキ系だけね。残るね。後ろと一緒やと思う。これとこれとよく迷います。これブルーミユキ。ミユキでも青いミユキ。これマリンブルー有名ですよね。有名ですね。これはもう特に青い。ブルーミユキ。あ、違うわ。色が違う。ミユキでも。やっぱこれ違うわ。マリンブルーと色が違うわ。あとはもうこの辺が違うだね。オーロラとか、リンコとか、線香。この辺はもう、これからだね。こういや、もうね、なんか、どんどん数増えてしまうから、まあそうよね。浮いてしまうんですよ、家でね。これも綺麗ですよ。あの綺麗な。もうちょい。茶巾。包丁。これも、ここにも包丁。包丁ね、いるなって。結構もうね、7月頃になったらね、親を売ってくれるようって、もうお客さんが1トンおるから、はあはあ、卵取って、ちょっと稚魚になったらもう親売るんですよ。あ、そうなんですか。うん。で新しいの育てていって、そうまた1年経ったら、またそうそうそう、まあ、改良メダカでもやっぱりF1 か F2 ぐらいでから飼ってた方がいいからね。あ、そうなんですか。うん、親よりも。
あ、そうなの、その方が固定率が上がる。必ず親いうのはやっぱり類代していったら、最終的に F3 になったら親の血はもう入んないからね。だから稚魚の綺麗なの選別して取った方が絶対に固定率が上がるから、綺麗なのが出る。だからもっと親いうのはどっかで手放した方がいいです。いいよりもまあ3年ぐらいしか生きんから、メダカは。だからもう例えばいいメダカで綺麗なの、まあ、よそでから買ってくるにしても、卵取ってその親は私は売る、で綺麗なの絶対出るから、その中から選別して取った方が親よりも綺麗なのが絶対出る。なるほどね。そこはパッとしないですね。これね、